まあ、その時でさえ、まあ、個人になると、まあ、その、がやりづらくなったりするとか。ただ実際に、違うんですか？今はね、今の時代はちょっとこれ変わってきてるんですよ。私も今、っていう発想はあまりなかったので、メールでアピールとか、電話をするとか、では続いて3つ目のお話に入っていきます。次は先ほどからね、履歴書は大事ということで、自己アピールは大事なんだというお話を伺ってきたんですけど、改めて就活中の方に伝えたい自己 PR のポイントについて伺っていきたいと思います。まあ、やはりアピールするのは履歴書が大事ということなんでしょうか。そうですね。履歴書、やっぱり履歴書が、日本では履歴書が一番大事かなと思います。まあ、海外とか行くとね、履歴書というのはタブーと言われてるとかなんですが、やはり日本では、履歴書っていうのが、まあ、スキルとかいろいろ含めて書けるので、そこでのアピールには大事かなと思います。ただ、まあ、先ほど言ったスキルシートとかいうのは、まあ、これは、まあ、ホームページとはちょっと間違いますけど、まあ、デジタル的なことで、まあ、インターネット上から改変できるというものになります。そうすると、まあ、企業さんも見やすく、まあ、履歴書が、まあ、その場にないという方でも、まあ、こういう方なんだっていうんで、URL だけで見てもらったら、まあ、こういう経験を持ってるんだっていうことを含めてわかるから、まあ、最近の方でしたら、まあ、履歴書も作りながらスキルシートも必要かなと思います。履歴書というと、私も自分のこう就職活動の時についついこう同じものをこう何枚も何枚も書いてしまって、いろいろな企業にみたいな、こう履歴書は1枚書いたらコピーを取っておくものみたいなイメージもあるんですけれど、やはり内容とかもしっかりとこう書き分けるとか必要なんですかね。そうですね。まあ、企業が、その企業がどういう人材を求めているかっていうのが、ある程度、まあ、知った上で書いた方がいいのかなと思いますね。だから、まあ、ハローワークさんとか行ったら、人材の目的みたいなのわかりますから、こういう形のこういうとこ欲しいっていうんだったら、まあ、私はこういうことをできるっていうことは、こういう経験を持ってるとかいう話を、まあ、細かく書いておくっていうのがアピールポイントになるかなと思います。実際に天谷さんの経験としてはどうですか？そうですね。やっぱり、私特にスキルシートはほとんどなかったので だから、まあ、履歴書とか、職務経歴書っていう形になりました。だから、それで、私も、書類って書くのは本当に下手くそだね。最初ね、何書いてんのかわからなかった状態で、最初の方は書いて出したんだけど、書類選考で落とされたことも、ほとんど多かったです。で、まあ、なんでこんなに早く帰ってくるのかなと思ってたんですけど、まあよく見て自分で見返すと何書いてんだろうこいつって自分自身で問いかけたりすることもあって、で、まあ企業さんから言うと、まあ企業の立場で考えた上で、だったらこういうことを欲しいのかな、じゃあもうちょっと書くことを変えようってんで変え出してから、まあまあお仕事を、まあ、最近の、まあ、私、履歴書書くとか、まあ、そんなんは、まあ、お仕事もらうためにやってるんですけど、まあ、お仕事もらえる率が増えた、になりますね。はい。
り先ほどもおっしゃっていた、その企業がどんな人材を求めているのかというところに合わせて自己アピールをしていくっていうことなんですね。はい、やはりあの履歴書ってこう常に皆さんね書いて提出してっていうものかと思うんですけれど、うん、どのように書いたらいいのかというところをここからは伺っていきたいんですけれど、先ほどのポイント他にもありますか？ん、あ、はい、他にも履歴書を書く上での、まあ、ポイントといいますか、どのように書いたらいいというおすすめとかありますか？あ、履歴書ね、だから、うん、まあ、履歴書、うん、まあ、働いたことがないっていうんでしたら、まあ、自分のスキルなりを、まあ、まあ、得意な分からこう書いて、で、経験数を書くっていうことが必ず大事ですし、まあ、会社を勤めたことがあるっていうんでしたら、そこで、どういう部門に立ってて、こういう経験をしてきた。で、このプロジェクトにはどんなものがあったとかいう、まあ、ここら辺の詳細を書いていく必要があるのかなと。まあ、それはだから、まあ、まあ、この会社、この応募する会社が必要とない、思ってないものはいらないと思うんですけど、まあ、その会社が必要という感じの内容だったら書く必要があるかなと思います。そうですね、大切なポイントを一つずつ教えていただきましたが、車椅子ユーザーの方々にとっては、先ほどの質問の中でも、配慮してほしいことをどう伝えるかというのがあったように、やはり車椅子ということや障害というのをどのように伝えたらいいのかなと思っている方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。実際どう伝えたらいいと思いますか？うん、そうですね、うん、まあ私もね、30までは一般の社会人だったんで、まあ、正直、この時までは、車椅子やら、障害者ということに関して興味がなくて、あまり、認知してなかったです、正直言うと。ただ、自分が当事者になって、まあ、いろんなことを経験して、大変なことも、まあ、いろいろあったので、このままではしてはいけないというのがありました。で、まあ、なかなか、私も、あ、そうですね。そういえば、私の、こう、障害を持った上で、まあ、就職っていう、まあ、しようとしたときに、まあ、ちょっと、障害者ということで言ったときに、まあ、一般の方とはまた違うという形で、まあ、話を聞いてもらって、それで、その上で、まあ、私は、まあ、まあ、見たの通りでも車椅子乗ってたんで、まあ、2階とか、まあ、階段のあるとこは行けないし、まあ、ちょっとトイレとかの配慮もしてもらわないといけないんですけど、これ構いませんかって自分から話して、で自分が、まあ、自分でできない対処してもらわないといけないところを正直に話しました。うん、で、まあ時にはね、病院を行かないといけない。まあ、会社をちょっと休んで病院行かないといけないこともあったので、そのことも正直伝えて、で、まあ、この、会社自身にその内容を分かってもらう必要があったかなと思います、私は。やはりそこをしっかりと伝えて、お仕事した時を想定してっていうことは大切ですよね。特にね、本当、移動周りが特に大変だったので、私の場合は。だから、ちょっと配慮してもらってやりました。ありがとうございます。
自己 PR のポイントということで、やはり一番最初の、まあ、書類選考に通らないと次のステップに行けないということで、履歴書のポイントを中心にお話を伺ってきました。それではこの第3ブロックで質問がある方いらっしゃいましたら、挙手もしくはチャットの方に書き込んでいただければと思います。皆さんいかがでしょうか。皆さん書いてくださっている感じですかね。今少し待ちますね。履歴書で通らないと次に進まないということですものね、就活というのは。そうですね、今いただきましたね、ありがとうございます。自分のスキルを伝える上で相手が必要であろう情報を伝えていくという点、すごく参考になりました。相手がどのような情報を欲しいのかをどうやってどのように調べたらよいのでしょうかといただいています。天谷さんどうでしょうか。企業、あ、はい、そうですね、そこ、まあ、まず、まあ、書類、まあ、ハローワークさんとかでね、まあ、こういう人材募集してるっていうのがあると思うんで、まあ、それはちゃんと見た上で、で、ハローワークさん自身でも、この企業さんに対してお話を聞いてもらうことができるので、もう少し内容が分かり、教えてほしいというところがあるんだったら、必ずここで、電話、まあ、この時に、まあ、ハローワークさんとか言ってるんだったら、この場で多分電話してくれると思いますので、そこ場で聞いてもらって、自分が、この、欲してることに対してちゃんと返事もらえる形でもらえばいいかなと思います。これは結構、私も使いました。だから、内容がちょっと、ハローワークさんの中ではちょっと文章的にわからなかったこともよくあったので、実際どういう人材を求めているのかちょっと教えてもらえますか、ちょっと知りたいのでっていうんで、聞いてもらってということは多かったと思います。これはハローワークさんの窓口の方で、こう、質問をすると、問い合わせてくださるということなんですね、私は多かったかなと思います。それはで、あとは、あとはだから、ホームページにもね、時々今企業募集があるので、そこにまあ詳しく書いてるとこともあります。だから、ものによればそこに担当者の SNS とかもありますので、それを経由でお話を聞いてみてもいいかもしれませんね。ではハローワークもそうだし、それ以外でもホームページを見て、まあ、会社の概要であったり、どのような人材を求めているのか、それを見てもわからないときには問い合わせてみて、どのような人材を求めているのかをというのを聞いていくというのも方法としてあるということですね。ありがとうございます。質問いただきありがとうございました。答えになっていますかね。そうですかね。ありがとうございます。他質問ある方いらっしゃいますか？一旦大丈夫そうですかね。はい。皆さんどうもありがとうございます。記入していただいているようでしたら、続けていただいて大丈夫です。ひとまず、この第3ブロックは、就活中の方に伝えたい自己 PR のポイントについて天谷さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。何でも質問タイムということで、自己 PR をする上で上手に整理する方法などはありますか？まあ、確かに企業というのは非常に難しいもので、どういうふうなものに進んでいくかというのは非常に考えるところがあります。